回しちゃダメだよ体。ももの内線。腰からの毛もう少し作れるようにしなきゃダメだ。まっすぐ行っちゃダメだよ、ここ。ここでブレーキかかるから。ほら、回ってんぞ。最後、胸だけ止まってこなきゃダメだ。外ももの位置、膝の位置がな、仲いいんだけどね。はい、どうぞー。ああ、そんなとこまで折ってダメだ。いらないですよ、ね、はい、曲げられるからさ、ピッチング遠心力って曲げられるから潰されちゃうと伸びちゃうって、切り替え浮いちゃうのね。ただかかってくる力をこう抑えてってさ、でちょっとればめっちゃいいと思う。来なくていいってことでしょ。うん、だからセットしに来なきゃ。セットも大丈夫、ドローンかなんかでその場所に打ってくれっつって。なるほど。あのももの内線だ、ももの内線。膝の位置がもう少し内側になきゃダメなの。これをももで作れっつって。ちょっと横に甲が張りすぎだ。もう縦に来い、縦に。横に甲を作りすぎてる。内膝、外ももってね、角度足んない。バカチン。サナちゃんじゃないよ、ユートだよ。ソファ行きます。ソファーでソファーで1,2,3,2,1,2,3。はい、ないないよね。お母さんの好きにするしかないか。
もも内線もも頭こっから外頭外頭外ってでしょうね。うまいなぁと思います。今ユートかなぁと思った。あ、息子さんです。わけだな。ディーバーいい練習できるよ。やろうと思えばスーパー G までできるから。